オーフス大学はデンマークのオーフスにある総合大学。1928年に設立され、同国で2番に歴史がある。また同国で最大の規模を誇り、2012年1月の時点で学生数は4万3600人である。多くの世界大学ランキングにおいてトップ100に入る名門である。コペンハーゲン大学と共にデンマークの総壁を成す大学である。 1997年には、イエンススコー教授が、ナトリウム、マイナスカリウムポンプの発見により、ノーベル科学賞を受賞した。2010年には、ニールス・ボア訪問教授であるデール・モーテンセンが、ピーター・ダイヤモンドや、クリストファー・ピサリデスラと共に、ノーベル経済学賞を受賞した。デンマーク・トランスレーショナル神経科学研究所は、欧州分子生物学研究所の北欧パートナーの、 一つである、ルンドベック財団とオーフス大学により2013年に設立された、ポールセンが所長を務める。ありがとうございます。